い、そしたらね、カメラで撮り直しましょう。スマホが言うこと聞きません。スマホがね、ちょっとね、熱くなると止まりますね、すぐね。カメラで撮り直しますよ、ここから。ちょっと道を間違ったかもしれないんだけどね。これは下ってみましょう、これは。わしが行きたいのはね、宮塚古墳なんだけどね。どこなんだろうね。あの、道路からは、ね、見えるんやけどね。どうも一本間違ったみたいやね、これ。山を一つ二つぐらい間違ったかもしれない。ね、そんな感じでございます。どこ、いやー、正面に仁王山が見えんの。もう完全に間違ってますね、これは。あそ、ここは二条山。二条山形悪いね。大阪から見るとものすごく形いいんやけどね。でずーっと引っ張って、こっちがここがうねび山、うねび山、この辺の手前の山はね、はい、全然道間違えましたね、これは。どこに出るんでしょうかね。あの山の一方向こうやな。一個山間違えましたね、これ。あそこに道路があるから、あの道路があるということは、ずいぶん間違ってんね、これは。バックの道路まで降りて、あの道路また歩きましょうか。仕方ないね、間違ったんやから。バックするのも大変やから。あそこにね、看板があるんですよ。あの看板見てみましょうか。高松か。もう全然違いますわ、こら。なんですって。ボトウギ墳、そんな古墳ってあったっけ。言ったけどわからないんだけどね。高松塚古墳やろ。長後峠、南無水以外の墓。右行きましょうか。さっき朝走ってた道ちゃん、これ。朝から。せやろな、どうも。そうでございます。この道は走りました、朝。狭いな、この道な。思ったよりもね。この道は、これ歩きましょうか。完全に間違えましたわ。こんな坂があったんで、全然車出してる。こんな坂と思わんかったんでね。すごい坂でございます。展望台どこあんねやろね。これわからんな。これは歩いたらすごいね。車で何分、もうほんのちょっとしかからへんねんけど、歩いたらね、この上まで上がって、で下が下りやからね。歩くのにはダメですよ、この道は。これ草が横から出てきてますから。これグリーンロードって勝手に命名したんだけど、ものすごく感じのいいロードやけどね。歩いた初めてや。お前すまんぞ。山を2個ぐらい間違ってましたね。いやつ、なかなか自分で切れないからね。トナマンタがいいだったけどね。うわ、ここもいかんね、これ。これは間引きできてないです、全く。これもこれ林でございます、林。これもね、ヒノキやけどね。ちょっと切ってあんのかな、あれ。ちょっと切ってあるみたいけどね。
あら、この人だ。あら、この人だ。バイクやった。あら、この人だ。上に虫が止まりました。あ、車が来ました。暑いです。もう29度ぐらいになってるよね。6度か7度やったんな、さっき。ここやな、ここ。落ちちゃおうか。このうち来たんちゃうか。これがね、この道がおそらくこれやな、おそらくな。この道があそこの辺がね、どこ岩井戸倉庫なあかんねんな。はい、ほんで、あ、ここね、はいはい、全然間違えました、道を。これね、なかなかよろしいでしたね。これ山一個を間違って越えてしまいました。あ、なかなかいいぞ。こちらの方がね、まだ田んぼだいぶね、耕作されてるんやけど。よいしょ。ヒバルが鳴いてますね。ヒバル、おお、こうやってるよ。この前これ降りたよな、これを。これ降りて大ごとしたことあったな、1ヶ月ぐらい前やったっけ。なんか降りてもうて。いやー、都会の車が来るけど、ようそこでハマってます言われたんやけどね。もうバックもできんし、30分らいかかったんかな、出てくるのに。この辺でね、確か見えんだけどね、あの古墳がね、古墳跡が、石がこの辺見えんだけどね、石門が来るとね、ないね。暑いけど、先週大阪市内をうろうろしたんだが、ああ、まあね、パラパラしてたんでね。あ、これやな、これ見やったな。これ通行止めで、これいつも見るから、よう上がれんだよね。これ見るから。車で上がれない、上がれないこともないな、これ。これぐらいなら上がるな。それそれ、その石をいつも見とんねやな。それがおそらく宮塚古墳と思うんだけどね、あの地図で言うたら。この辺もその上はね、工作されてないみたいよね。なんかやってあるけど、この石がいつも見えんだけど、これかね。何も書いてないね。これやろな、宮塚古墳でね、案内があんねんけど。こんにちは。これ古墳ですか。そうですね、宮塚古墳。いやいや、宮塚古墳、塚本古墳。塚本古墳。塚本。これ塚本古墳中ですか。いや、何もね、書いてないからね。うん、すんまへん、忙しいとこ。いやいや。いいとこです。看板立てる言うたってんけど、なかなか。はあ、看板させてくれんかったですか。はあ。今にも立てる言うたってんけど。はあ。ここは、しかし、一般の畑になったんでしょ。そうですね、はい、畑やったら困ったもんやね。こうあったかもしれない、こっちに。これは上はどっか登れるんですか。これは私有地ですか。ここは、いや、これは私有地ちゃうけど、はあ、
ここはちょっと中覗いていいですかね。もうこれ以上何もあらへん。これ以上何もなかったですか。しかしそこそこ大きい石を使ってはるしね、ほんならこれはこう本来ならあったかもしれんな、こっちに。こっちにね、これは関係ないよな、こいつは。関係ないですね。これ水路です。水路ね。ここは全部こう田んぼなんですよ、ここ。田んぼ。この辺も。全部田んぼ。今水入ってないから、いつ頃水。いや、もうこれはエレリシマブ。え？これはもう畑になって。畑になってます。畑にしてるから。このビューカーちょっと撮ってみましょうかね。ああ、こんなんやったら、ほんま。なんですか。これは関係ないらしいです、これは。この石垣はね。これは車でも上がれるね、これ。これは、いや、わしらの車でも十分上がんな。毛が上がってきてるぐらいだから上がろうや。ねえ。さあ、で、さっきここ来たかな。ここ歩いたかね、ここ。ここ歩いたよね、ここ、そら。ここで待ちもたんやろな。いやいや、ここ来てへんわ。来てないな、ここは。あら、何の研究されてんの。ちょっとSNS の、SNS? インスタグラムの投稿の写真を。わし YouTube やっとんだけどね。あ、そうなんですか。で撮りまくってんやけど。あ、本当ですか。飛鳥村大好きでね。あ、本当ですか。ありがとうございます、まあ、おろおろ回っとんだけど。SNS どこでやってやるの。飛鳥村の公式アカウントがありましたね、インスタグラムで。佐紀子さん。はい、佐紀子さん。いや、飛鳥村です。いや、飛鳥村、佐紀子さんもやってるけど。佐紀子さん、上、佐紀子さん、梅前佐紀子さんやってるでしょ。嘘。村の、飛鳥村役場の、アカウントがあるんですけれどもね。それであの人、こんな感じでね、飛鳥村公式っていうので。いや、上前さんで見てごらん。上前さん。上前咲子さん。作家の人やわ。アスカの、アスカの方。そうです、そうです。こんな、それ知らんかったらあかんやろ。あの人は何や、観光大使かなんか言うだぞ。上前咲子、幸子さんか。梅前。アスカの方がそれを知らない言うたら、ちょっと、潜るやろ。え、猫の写真が多いですね。YouTube。YouTube はしてないんでね。だって YouTube も SNS もなんかしてあるみたいやろ。インスタグラム、まあ30人というか。30人。なかった。いや、これですね。あ、もしもし、すいません。今から。上前さきこさん。あ、そうですね。本日の YouTube を今ここに一生懸命出してありますが、そのアスカ村観光大使として。小野さんどこにいらっしゃいますか。この中に思うこと。ああ、そこ出てこないです。その人の不安でね。あ、そうなんですか。見といて。飛鳥村の方がその人を知らない言うたら、それは観光大使って言うて、何やったっけ、あそこの何かありませんか。飛鳥観光大使ですね。はい、ご存知でしょ。はい、飛鳥古代史っていうあれでやってる。古代史かなんかで出してあります。すんばへん、何言うかひとこ。いえ、すいません、ありがとう。ちょっと前行かしてもらっていいかね。すまへん、ちょっと狭いところ。すまへんな。はい、まあ見といて、すまへんさん。すまへん、ありがとうね。もうバックしてもええんだけどな。
あいつらここ入っていくんやろうか、これで。いや、いけねえな。SNS こんなとこ通れるんやな。あの川、飛鳥川を取ってくれたらいいのに。これやな、この道やったやな。さっき入るかどうか迷ったん。これでよかったんや。よし、これで帰ろう。はい。一周回りました。もうフラフラでございます。